よーいんなー元気かー皆さんお疲れ様です。今回はサムネ見てもらったらわかる通り、内山選手でホームラン打つまで終わりません。やっていきたいと思います。いやー、お手で、爆豪くんになっちゃったね。はい、ということでね、なんでやろうかと思ったらね、プロ初ホームランをね、堀選手から打ったんだよね。他にいる ?19 歳で、神宮で、5月24日に、8回の裏、ホームラン打った人いる?超限定的。いや、まあ、とにかく、あのホームラン見て、ちょっとね、私、感動しちゃいました。で、思いました。俺も打ちてー。俺も打ちてーって思いました。はい、ということでね、今回はね、その私の願望を叶える企画でございます。はい、もう一度言います。内山選手でホームラン打つまで終わってことでね、早速選手を見ていきましょう。はい、ということで今回の主役の内山選手ですね、能力ミート59、パワー65、走力69、はっきり言いますマジできついと思います。というかほぼ無理だと思ってます。で、まぁ、ちょっとね、特殊能力は走力保守っていうのはバッティングに関係ないから上げませんでした。で、粘り打ちを、まあ一応ね、上げてます。まあまあ、ツーストライク追い込まれたらミートが上がるっていう能力だよね。いやー、19歳、若いね。いやー、ほんと、今後期待の選手でございます。でね、ちょっとね、極みにできなかったから、調産でね、使っていこうと思うんだけど、皆さん注意です。覚醒の選手、基本は A ランクでずっと持ち続けてください。こうやってね、S ランクにね、するのはあまりおすすめしないです。ということで、試合やっていきましょう。さあ、やっていきましょうか。ちなみにね、ちゃんと1番バッターでね、内山選手入れてます。いやー、記念すべき初打席。ちょっと待ってね。2ヒット48のパワー62。きついです。超級すんのかい。そうですね。そのあたりがどういう。はいや。はいや、アウトになるの。ちょっと待って。いや、はいや。超早打ち。いや、この菅野さんはいつ菅野さん、うわー見せてくんね。積極的に打っていくのはね、結構ね、菅野さん年次によってね、能力が違うからね。あー、マジで見せてもらえない。まあまあ大体一緒だからね、菅野さん。うん、はい。マジで失礼だけど、病気の人みたいになっちゃったな。落ち着け。あー、そうですね。あぶねー。ああ、もう、同じとこにね、あんまりバブブ。なんか似てるとこにさ、来られると結構さ、手出ちゃうよね。斜面はまあ、今回はね、ほぼ、カットかな。はい、ということで0点で抑えてきましたと。スワローズ、得点に動きはありません。0対0。いやー、ちょっとどうしようかな。内山くん行くまでカッチュしようかな。いや、ナイスキャッチ。さすがテチチョ。テチチョって言っちゃったもん。マジで打てん。いや、マジで打てん。甘い。危ねえ。いやー、最終回まで来ちゃったな。3回まで来ちゃったね。まあまあ、でも3回まで来たっちゅうことはもう1回回るっちゅうことだから、いいか。OK だね。いや、超系だなー、結構。OK!いやー、どうしよっかな。バレンティンに変えなくていいか、この 2つ出たら。ちょっと一定数ね、バレンティンファンがね、いるのは分かってるんだけど、まあまあ、今回はフルティーニョスでいきますね。オッケー!来ました !2 打席目です。内山くん2打席目ですね。なんか、ちっちゃくない?まあ、本当に身長ちっちゃいんだけど、170センチかな?あ!惜しい!惜しい!今のいけた!ワンボールツーストライクです。あーかーゴロかー。いやー厳しいなー。あ、やべ、おーおー。
よーし、2試合目やっていこう。また菅野さんだね。はい、お願いします。菅野さんで狙う球ってやっぱ落ちる系の縦スラフォークだよね。はい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 、いくよ。終わった。え終わったんだが、ちょっと待って、ちょっと待って、嫉妬、嫉妬、うつ病が出て終わったんだが、どうしよう。あれ、あ、打ってたわ。これこれなんかやばい、片言になっちゃう言葉が。どうする、これで終わる。なんかもっとさ、もっと辛い思いをして終わらせる予定だったんだけど、もう一動画の一番最後に持ってくる。もう何試合もやった風に見せかけて最後に持ってきて、あの動画。もうこうやって話しちゃってる時点で無理だけどね。いや、どうする、マジでどうしよう。こういう時の想定をね、全くしていなかった。どうしよう、みんな助けてくれ、みんな助けてくれ、お願いだ。オチをなくした私を倒した、倒してくれ。動揺して倒してほしいとか言っちゃったよ、本当に。どうしよう、助けてください、本当に。もうめちゃめちゃ打つじゃん、もう動揺してる割にめちゃめちゃ打つ。じゃあね、この純正の強さは見せつけて終わりますか。おい、うまい。もう長径だからミートにしようか、とりあえずね、ここは。オーケー。興奮が冷めてきました。興奮が冷めてきて、冷静になった結果。いやー、やばい、何も出てこない。やっぱ動揺してるわ。何も出てこない言葉。怖い、やっぱどう、やっぱ精神的に動揺してると怖いね。あ、もう一つ回ってくんのか。じゃあこれで打って強制にしてもう終わろう、もう今日は。適当。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。いやー、でも打てるかな、対ピンチ出てるんだ。へえ、なるほどね。早くも今日は先発全員打ちました。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとね、意外にも早く終わりすぎてしまったんで、必勝アリーナのね、累計終わらせてきました。で、ちょっとね、最後に引いていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。狙いはですね、はい、いなくてですね、正直言っちゃうと誰でもいいですね。まあ、強いて言えばヤクルトの現役の選手が出ればいいかなと思ってます。はい、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 はい。あ、よーし。よーし。わざとらしい。